さて、一儲けしますかね。今日もたくさん契約と案件を取ってくるかね。またアリシアコーポレーションと私の懐が潤ってしまうようだ。私はアリシア様のスーパーエージェント、アルネル。今はヨレカ帝国が確保し、各国の通貨を得るために各拠点を作ってはヨレカ帝国の商品を売り、現地資金を集める。契約を結んでいる国や星同士なら別に問題ないが、交流がないとヨレカ帝国のお金が全く意味をなさないからね。豪に入って従っているというわけだ。おやおや、まだ会社を出たばかりなのにもうお客さんか。事前にアポは取っておいてくれよ。主様から現金で50万が必要とのことだ。持っているか。もちろん、何をしでかしたか知らないが苦労するね。例の金食いようだ。付けを現金払いですぐに返すからと。今謝罪してご機嫌取りしているところだ。あの酒癖と金使い荒い人か。難儀やな主様も。仕方ない。主様の資質は最も帝国が望むこと。私がそれ以上を強化せればいいだけ。たやすいものだ。世の中は金だ。金は命よりも重い。理由は簡単。金で人を変えてしまうからだ。奴隷制度や人身売買がなくても同じ。人の時間という命をお金に換算している。時給1000円はお前の1時間の命を1000円で買ったという意味に捉えることだってできるからな。うむ、苦しゅうないぞ。ここの宝石は質は悪いが量が多いのが素晴らしい。誇ってよいぞ。ルビー8個、ダイヤモンド14個、サファイア20個、エメラルド6個用意せい。主様のところの吸血鬼、あれほど帝国で用意した価値にもならない宝石を使えと言ったのに。こんな高価なところで、しかも無断で。料金合わせて600万ほどになりますが、お支払いをいかがいたしますか。アリシアコーポレーションでつけておくとよい。今ここで宝石を買い取ってもらったんだよ。同じ量で500万ほどで、大赤字だろうが。お金はこの世にあるもの全てを買うことができる。占い相手がいるだけで価値はある。占いなら売りたくなるように仕向ければいい。そうやって誘導するのも営業には必要な交渉術。ブツ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 。おや、コトカ様のところの側近、青月殿ではないか。何か用かな。買い取って支出が増えてるのはいいけど、内訳の詳細をもっと明確にしてほしい。判断するの大変。すまない、もう一度言ってもらえるかな。やっぱり後で。書類で送る。ちゃんと目を通しておいて。すまない、何を言ったんだ。青月殿は優秀なんだが、コミュニケーションが苦手という点が難点だな。通知か、お金の支出申請、1200万。名前は、メルカ。内容、スポーツカーというものを乗ってみたいから買うぞ。安物は気分が乗らないから一番高いやつにした。待て待て、そもそもメル運転免許持ってないだろう。どうするつもりだ。電話が冷却したら車ぶつけてしまったぞ。まだ買う前だったが現状で買い取れって話だ。私もこんなガラクタはいらん。あとは頼んだぞ。1200万の弁償とぶつけた建物の修理費と、2000万は飛ぶぞ。なんだ、次から次と。ソラリア、活動資金、500万。内容、知見を広め、新たな価値観を得たいため。あの金食い王が、コトカ様の世界の王だから許容するが、本来なら拒否申請してやりたいところだ。落ち着け、まだ1億もかかってるわけじゃない。本来なら月何十億とかかってくれないと困る。維持費がかからない分、こういう浪費がすごい奴らに任せるって方針だっただろう。許容範囲だ。新都市開発の案件をゲット。これなら売上数億は堅いな。建設部に投げておけばいいだろう。このまま全分野で買い取ってしまえば開発設計書を創成新の従業員に投げておけば数日で完了。書類は年社支配能力者数人いれば図面含め全て用意。簡単な仕事さ。製品部門も製造部門も順調。帝国の技術からすればこの星程度の技術は簡単なものさ。むしろ永久期間を使えない分もどかし暇である。わざわざ不便な施工を強いられるのだから地球人も大変なものだ。ふーん、一度廃墟になった建物を壊してから建物を建てるのか。人間だったら十数年はかかるというのだから大変な話だな。ここ一体を食べればいいのかな。僕は今じゃないけどな。どれくらいでできそうかな。あのメリア様からの推薦だし好きにするといいさ。こんな無機物で狭いエリアなんて10分もくれたらさら地にするよ。汚れを除去して全部新鮮な資材として吐き出してもいい。商売の足しにはなるだろう。さすがはメリア様の側近、優秀やな。で、地球の新都市開発は帝国何級開発で施工すればいい。私は下級4等級で十分やと思うんやが。いいけど、地球人は何かと資料を求めてくるから、地球人がわかるレベルの内容の施工で全て補える等級にしててくれれば、何等級でもいいよ。わかった、じ
ゃあ好きにさせてもらうわ。そもそも私そんな小さい案件は担当外だから、各自好きにしてくれたらいいのに。帝国開発の方がかなり難儀だよ。これで数日後には数百億以上の大金が入ってくる。実際にかかる金額はせいぜい数十万くらいか。従業員に費用は発生してんし、資材も能力出てくるからほぼ無料、ほぼ全額ゲットや。終わったみたいやな。新都市開発、問題はなかったか、アリシア様。問題はないわね。でも早すぎるから入金はまだ先になりそうね。アルメルがいろいろ動いてくれるから助かりますね。ビビりすぎやで、施工不良なんてあるわけないのにな。今月の売り上げは全体で1000億超えたんか。アリシアコーポレーションの従業員は帝国側のお金を支払うから地球のお金は全部利益になっちゃうから。もう半月ですでに超えてたね。で、支出はどれくらいだった？正直数千億って話をした後なら満タン位の支出は痛くも痒くもないがな。今月は8億8千万ですね。はぁ、多くない？なんでそんなに？月下ちゃんと節下ちゃんの身内に毎月一定額振り込んでいるのは除くと、基本的にはソラリア様とネルの支出がほとんどね。最近よくお酒を一緒に飲んでるらしいから、かなり高級なお店で飲んでいるらしく。まず、実際パト様の支出はどれほどなのだ？月100万も超えませんね。低い時は10万もいきませんね。お金の使い方が所因。帝国の王なのに、むしろその豪遊をパト様にやってもらいたいのに。それでも多いな。あとは誰が使っているんだ？ソフィア様のソシャゲ課金、毎月1000万から5000万程度ですね。再課金税。でもソフィア様だから問題ないね。あ、ピックアップキャラ10連中10連続当たったよ。私は10連中9体だね。他のゲームも今のうちに全部ピックアップゲットしておこう。そうだね、ガンガン引いちゃおう。そもそもこっちが稼いだお金を自由に使い追ってからに、稼ぐのが楽しいからいいけども。この世は金が全てや、どんなに綺麗事を言っても金が全て、金がなければ愛も友情も信頼も得られんからや。金の切れ目が縁の切れ目とも言うし、貧乏でも愛があればというか、たとえ愛があっても、大事な人を守る、大事な家庭を守るにも金は必要。果たして愛という過ぎたものを得てそれを維持できるのかは別問題やと私は思う。金がある、それだけで人は近づいてくる。そこから仕分けるのも商人の目利きやけどな。世の中は成功者を妬む悪人は餃子を売るからな。故に力が必要であり、権力も必要。金を得るにふさわしいレベルに自分自身が成り上がってないと蹴落とされる。つまり私にうってつけってことやな。そうは思わないかい、フロー。あなたの価値観と私の価値観は違うので、別に否定もしませんよ。事実の部分もありますから。さすがはフロー殿、努力と経験を美徳とするだけある。そういう芯の通ったまっすぐな姿勢も嫌いじゃないで。もう仕事に戻るの、少しはゆっくりしていったらいいのに。時は金なり、時間もお金も一切無駄にはできないんでね。お金を稼ぐことが趣味の私は使うよりもよっぽど魅力的なんやで。さて、今日も稼ぎますかね。ご主人は普段どのような買い物をしてるのですか？帝国では食べられない食べ物だ。カップヌードルとか、スナック菓子とか。あとは新作ソフトかな。帝国は良くも悪くも品質が良すぎるからさ、たまには炭酸ジュースでキュッと行きたいんだよね。なるほど、確かにそうですね。わかりました。帝国にも日本にある料理を採用しましょう。すぐにアリシアに頼んで技術者育成させます。これで問題解決ですね。解決だけど、日本で買って食べることに意味があるんだよな。次回もお楽しみに。お楽しみに。